スマホなしで待ち合わせ in 大阪。まあ、とあるお題が出されますので、はい、まあ、それに合った場所にあのそれぞれ向かって、そうですね、みんなでこう解釈を一致させて集合しなきゃいけない。以心伝心だよね。そうそう、第1問いきたいと思います。初めてのデートで行きたいスポットとは。知らないって。めっちゃむずいって、はい、デートする場所って言ったらどこですか。港区の海遊館。海遊館なんでもある。あ、でも海遊館、海、え、何でしょう。水族館があるんですよ。水族館は、そうそう。え、そこじゃない？そこな気がする。てか、そこ行きたい。海遊館までお願いします。海遊館、すいません、あの海遊館お願いします。お願いします。デートといえばって、ガチか、待って、ユニバが30分圏内らしい。ユニバかけね。いや、かけたい。かけよう。絶対そうじゃん。これ時間だけが過ぎていくやつだ。まずい。やばい。立った方が良さそう。当たるかな。公園で聞いた方が良かったかな。有名な公園とか。なんか遊園地、なんか遊園地とか。遊園地だったら、ひらかたパーク。ひらかたパーク。僕は近いですね。あ、京阪乗ってひらかた公園駅って降りてもらったら。はい、すぐですか。はい。あ、はい、万博記念公園。ああ、なるほど。はい、やっぱり大丈夫です。ありがとうございました。なんか、ひらかたパークあって、ひらかたパークがなんか、すぐみたいな感じでしたけど、あと万博公園だから、あの太陽の塔あるかと。初デートだったらどっち行ったの。万博公園行ったことはあるけど、ああどうなんだ。ある、春樹と行った、普通に。え、どうだったそれ。いや、普通にね、綺麗、うん、綺麗って感じ。大きい、なんかある、大きい、大きい、大きい、あの、太陽の塔がある場所、有名な。いや、次さ、それで聞いてみる。万博公園と、あの、ひらかたパークだったらどっち。え、ひらかたパーク、もう聞いたことないんだよね。え、聞いたことない。ひらかたパーク行ってみよう。いや、このさ、決断結構重要だよ、多分。いや、普通に行ってみたい。じゃあ、みんなだったら、みんなだとどっち選ぶかな。それだと万博公園。みんな知ってるから。じゃあ、万博公園行こう。万博公園行くか。はい、もしもし。あ、もしもし。もしもし。どう？もう決まった場所。ついてない。あ、ペリカ向かってますね。あ、向かってるもん。聞き込みとかした？いや、あの、聞き込みとかはせずに、あの、ここだって。聞き込みせずに？ここだってなったの？いや、君たちさ、大阪の人じゃないじゃん。そもそも。いや、そうなんですよ。だから俺もびっくりしたんだけど。でもここだ、絶対ここだってとこあったってことじゃん。ちゃんと考えのもと、本当に大阪の方が行きそうな、大阪の方が行きそうな初デートのところが、はい、ここだってとこが2人であったの。あった。2人で見つけました。え、本当に。この仕方的に、そのあれじゃない、絶対この人たちも王道をついてはいない。ついていない。そうです。何、どういうこと。え、めっちゃ気になるんだけど。いや、一人だとなんか違うわ、いつもと。本当にいて、いてください。うん、いてほしい、本当に。待って、いない。待って、いや、でもまだこれから来る可能性はなくはない。もう観覧車でも一人乗っちゃおうかな、これ。いやー、俺もうやだよ。観覧車から、あの、フミヤたちを見つけて、そこに走っていくっていうのはありですか？観覧車の上から。見つけれたら。よし、これあるよ。乗ってきます。一人で観覧車。ここで、俺、観覧車楽しむために乗ってないから、あの、探すために乗ってるから。てか、俺観覧車なんて人生でまず乗ったことないかも。観覧車に乗ったことないかも。俺初めての観覧車一人で乗ってるかもしんない。マジで観覧車なんて乗ったことないけど、ちょっと怖いかも。しかも
近くないユニバ。いやこれユニバ行ってる説あるよ。だってもうすぐそこにユニバあるよ。この海遊館に決めた理由としては、インタビューした人が海遊館って言ってくれたことと、なんかスタッフさんがユニバーは遠いからないっしょって言ったので、なんか海遊館にしたんですけどユニバーもうすぐそこにありました。ユニバーがすぐそこにあるってこと知ってたら俺だってねユニバー行ってたかもしれないですよ。これで4分の3ユニバー行ってたとしたら。でも初めてのデートってむしろさ、そんなでかいとこ行かないけどね。まずセンスないよね。うん、もしユニバー行ってたらもう俺モテないのかなって思っちゃう言い過ぎかも。うわーやばー、めっちゃ嬉しいんだけど。えぐい、ちょっと待って、えぐい、待って、やばい、最高、めっちゃ嬉しい。待って、なんかすごいじゃん、自販機が。はい、ということで着きましたけど、着きましたけど、お題が、大阪の人が行く初デートスポット。はい、僕たちが選んだのは、はい、リバーサルスタジオジャパンです。近かったよね。近かった。10分15分で着いたんですよ。で、いや、みんなここに来るべきだよ。そう、来るべきだよ。来たいっしょ、見たいでしょ、行ってるところ。いやみんなまだかな。ということで、まあ、今からユニバーに入っていきたいと思います。そう、あの店員さんにね、こうやってニュニュニュってやってたら、あ、ちゃいます、犬ですねって。そう、ちゃうな、そう、ちゃうな。ずっとやってた。これ可愛いんだけど。可愛い。もうあのガチプライベート会ね。でもケビンじゃないんだね。え、ケビンじゃないの。違う、見渡してるんですけど、はい、らしき人はいないっすよね。なんで、なんこれまだ来てないかも。これもうみんなどんな感じですか。あ、まあちょっと今おのおの向かってる人たちもいるんで、もう少しだけ待ってもらって。あ、了解です。すいません、今すっごい裏技を思いついたんですけど、もしここ揃わなかったです、第2問目ここでよくね。ここでよくね。最低30分遊べるよね。でここでよくね。ここでよくね。ここでよくね。第2問目のテーマに、はい、テーマが確かにめっちゃ楽しい場所。え、ここでよくね。ここで涙する場所とか。え、ここでよくね。すべてここに行けちゃうんじゃないですか。初めてを味わえる場所。え、ここでよくね。ソイチーズ。最高。今何をしてるかって言いますと、あの年パスを買いに並んでます。はい、もう入りたいんです。はい、しかも遠征が多いんでね。で、もうなんか、うん、毎回例えばこういうノリで来て買うより、う年パスでパッパパッパ入れた方がいいよね。そう、はい、到着しました。はい、ということで、あの、はい、海遊館、海遊館に着きました。建物こっち、この青のね、青赤のやつ、はい、すごい、うん、高い、高いですね。これどうやって作ってるの。今どこいます。あ、行っていいの。いや、俺着きましたよ。これ行っていいの。いや、着きましたよ。俺は今、はい、大阪でなんかだいぶ高い場所にいるかも。あ、高い場所、絶対通天閣だ。あ、じゃあなんで、今から告白するんだけど。ねえ、いつもありがとう。なんか一人でいると君たちの大切さに気づいた。いつも一緒にいてくれてありがとう。一人旅で追い込まれてるやついるじゃん。なんか、え、あの、みんな集合してる。え、いや、俺まだ、いや、俺も誰ともまだ会ってないけど、ただ、ね、あの、あれ、フミヤ、ケビンペアはどっかについてる、もう。え、今どこいんの。だから俺言えないの。いや、だからまあ、あの、最後に、いや、そうだ、春樹っぽいとこいる。え、待って、俺、絶対一緒にいる、一緒の場所にいるわ。え、本当にそうか。高い場所ですよね。え、待って、あ、高い、あ、待って、だから高いところでさ、ここが崩れてたら1個しかないから。はい、あ、どこだよ、今、俺が探してるぞ、君たちを。ちょっと待ってくださいね、今、いや、ちょっともう、ついてる、真下、真下、俺、真下、俺、多分わかんない、わかんない。今さ、うん、はい、見える観覧車。え、観覧車。見えますよ。待って、来てる来てる来てる。待って、え、俺だからキリン、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 どこにキリンいんの。
のレゴ。俺これ緑の乗ってるよ。緑、もうすぐ緑来るよ。真下に、真下にいいんじゃない？真下にいい。ほら、真下にいる、真下にいる、キリンのレゴ。もう真下見ればキリンがいます。そう、キリンのレゴと俺らいる。あんじゃない？出てきてもらえばいいのに。ここの噴水のところとか。出てき、噴水、噴水、噴水来て。噴水の横に君たちいないって。あったあった、来た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 。いた？ほらこいつ真下にいたわ。いたよ。どこ？見て、俺見えない。いた。俺わかる。俺誰かわかる。緑のやつに乗ってる。手振って。あ、いた。いた。会えた。嬉しい。嬉しい。これ嬉しいですね、これ。来た。じゃしゃー。え？なんだこれ。これ何？これは。これは年間パスポート。そんなこと待って待って。ここでいいや。やばい。入ってないんですけどね。今日は入れないんですけど、買っちゃいました。はい。やばい。やばい。おそろー。イエーイ。今企画が始まってから、およそ1時間経ちました。なんかついてないグループあるらしくて、なんかね、ちょっとで、ね、トラブル発生してるみたいで、一応その30分でこちら、まあ、15分ぐらいですか、15分ぐらいだった、移動してきまして、40分ぐらいこちらに滞在しております。はい。依然中には入っていないという状況になっております。なんかこう、かわいいよね。かわいい。これ針金入ってる。あ、え、めっちゃいい。喜んでる、多分。喜んでるか怒ってるかどっちか。まだなの。早くしてよ。俺食べられちゃうよ、もう。食べられてるよ、もう。俺もう食べられちゃうよ。もうどうしよう。あと5分すれば入っちゃう。やばいよ、これもう食べられちゃうよ。頭をちょっと後ろに来て。かわいい。かわいいんだけど。ちっちゃいのいるんだ。あと、もう分かった、ユニバにはいないから。いいよ。絶対いないよ。いないんだよ。すごいハリキさん、さすがですね。ありがとうございます。ちょっと知識ありますね。何気に。ありがとうございます。大阪知識っていうんですか。すごい。あります、ね、嬉しいですね。すごいですよ。しかも勧誘会にも来れてすごい嬉しいです。よかったよかった。そりゃ2組合ってるだけでめっちゃ強気。めちゃめちゃ強気。お？あれ？うわ！痛い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 。はい、いた。発見。俺マジで怒りに行きます、さすがに。これはなんかさ、俺たまたまさ正面いるかなって来たからいいけど、なんでよ、その、いなくなっちゃうの。何がだってさ、俺が正面いるかなと思って来なかったらさ、会えてなかったよ。そうじゃん、海遊館こっちじゃん。欲しいよ。ねえ、怒んないで。俺置いて、俺一人だったんだよ。会えたら、会えすぎるよ。そう、この人めっちゃテンション高いんだから、嬉しくなって。俺だって嬉しかったのにさ、こうやって観覧車降りて、こうやって、え、どこ、いないじゃん。もしもし、フミヤ、フミヤです。何人集まってる。え、ゼロ。俺たちはタケヤペアと、え、俺たち、え、一緒だったの。待って、やばい。、うん、どこにいんの。海遊館。海遊館、そう。そっか。どこいんの。せーの、ユニバーです。うわ、確かなんか聞こえるわ。え、でも思考にはあった。いや、ユニバーか海遊館の二択だって話して。え、やっぱそうだ。ユニバーでしょ。ユニバーちょっと。でも一発目はじゃあ揃わなかったってことだね。残念。ごめん。次だよ、次。え、でももう一つのグループはまだついてないのかな。え、もう一つのグループはどこ行っちゃったの。どこに、そんな遠いとこ行く。
え、拓也春樹はどうやって？いや、春樹が知ってたのよ。でも、ここしかないってなって。回します。もう、水谷翔です。来た。え、来た。どこ行ってんな。どこ行ってんだよ。ここはどこですか？万博公園来ました。万博公園です。ないです、それは。万博公園それはないわ。万博が、万博か、太陽の塔だ。待って、じゃあどこに、どこ行ったのよ、みんな。どこに行くか教えてよ。俺と竹谷ペアは、うん、俺、竹谷、春樹が海遊館。海遊館、ね、うわ、水族館行ったので、ケビン・フミヤは USJ にいます。一番ない。うわ、そっち行ったんだ、みんな。は？あるだろう。何を言ってんだよ。ユニバーだろう。万博公園の方がないだろう。初デートで万博公園。公園デートでしょ、公園デート。いや、なんか一応俺とユーマくんたちは割と思考近いのよ。そう、近かったね。うん、どう近いの？その二人はちょっと考え改めてもらって。いや、でも海遊館、海遊館、海遊館ありましたよ。海遊館迷ってたね。迷ってた。海遊館迷ってたよ。結構遠かったからやめたんですよ。また落ち合いましょう。じゃあまた。じゃあ後でね。バイバイ。万博公園ってどこ？ここ近いの？遠いよね、多分。万博は遠いっす。ですよね。真逆です。真逆だこれ。キーを取り直して。はい、キーを取り直して。2つ目のお題。はい、大阪で一番美味しいたこ焼き。あ、はい。え、俺もあるかも。罠か、罠かだよ。罠か。え、そうだよ。じゃあさ、じゃあ頼むね。じゃあ、じゃあ次のお題は、大阪で一番うまいたこ焼き屋。もうマジでたこ焼きわかんない。4名いきます。はい、ドン。大阪で一番うまいたこ焼き屋さん。これ、これ一択でしょ。わなかさんか、か、アメリカ村に、アメリカ村かなんかに、なんかあるんだよ。これはね、ドナイヤっていうところなんだよ。元祖ドナイヤっていうところのたこ焼きが一番。うわ、元祖か。美味しい。